最初はパプアに会わないで、パプア人に会う前にもう農園を見つけちゃったわけです。そうそう、だからこれはいいということで、つまりもうサツマイモもきっとあっただろうし、ここは自活するのにいいっていう話になって、そこに住もうと決めたわけです。そうそう、だからもう そこしかないですよ。だからね、この山を越え、山を越えると、これ、はい、もうこう海岸辺で歩くわけないから、もう深いですから、はい、でもう山、海辺はたくさんいますんで、ほ、うん、でこう山上がって降りてですね、見て山の向こうの浜地帯、や砂地帯をずっと歩いてですね、で、なんですわ、その時にね、結局その、なんですね、あの天皇から、天皇名護がなんかしたんが、じゃあ、あの、ヤシの木がありましてね、ヤシの木を見たら、なっとるんですよね。でも落とすことをし、もう、大量がねえから、そしたらね、秦野っていうね、どっか名前載ってませんか、秦野っていうのね、これは、そのヤシの木に登り、お前こんな人ばっかりな、俺とこへ、俺とこへって言ったんだけどね、でそのヤシの木をですね、上がって、ヤシを落としてくれたんですよ。で、それが、なんや、あの、いわば、秦野っていう男ですけど、これは名門だったんですけど、これは結局、なんや、彼も動きすぎて、結局、あの、パパはね、壊れてくれるじゃないですか。じゃあそのヤシの木なんかがある海岸の近くがその農園だった。おや、それからね、そこでヤシの木の水をみんな分けて飲んでね、それでもうそのあれによってその私は元気づいたと思うね、でそれを何してみんなにずっと口を移して、そしてそれから進もうっていうことで進んで、そしてあのもう目的じゃないんですから、だから上に農園があるようなほど分かりません、だからちょうど、なんか浜辺のいい、こう砂地のいいところにたどり着いたから、今日はここへ寝ようと、ということで、それでなんかそこへ寝て、そしてなんかなんとなしに予感がしましてね、なんかこの上にあるような気がする、っていうのは何かっていうと、水がこの谷底からこの山の肌からチャ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 と水の音がして、何だろうと思って言ったら、実はその水がチャーッと流れて、それでここに水がある、こうするとこれはひょっとして誰か、要するになんかここにこの上の方に生きているような気がするという予感が働きまして、それでそのいわばさあの今言う小田切のを見つけたあのこっちの笹原を通って行ってですね、そしたら木にバッテンが書いてある、バッテンが書いてあるということはパパが目印なんですね。はあ、彼らは字書けないから、この刀で、パランバッテンを、ここでバッテンを見つけた私ね、で私一人ですからね、で終わりでみんな寝てるし、ほいでまた言ったら今度は木にバッテンが入った、これはなんか上にあるなっていうのはこうなんていうと足跡があるんだよ、これはしかしこの足跡は近々つくこと足跡でねえなと、けれども足跡があるって、また次行くとまたあるって、ほいでひょうと出たら要するにこの山肌が肌がですね、開墾されて、開墾されて、それでひょっとちょっと言ったらあのニッパーハウス、要するにアタップのパパの、で私はもうこれね、ってきてですね、おい助かったぞ、ついてこい、でみんな起こしてね、そしたらみんなね誰も信用してなかったんです、名前下るの清水とかいろいろあるんですが、まあそれは死んでかった、あの、信じてくれなかったけど、俺はとにかく俺はねえで連れてこいって言うて、あそこで結局その他のヘテラも
あの清水のどもってこう書いてあるんですけど、ええ、それなんか名前出してね、総長のおかげ、総長ならこせ、うん、まあ、それに対する一つの反感もあったんですね。あれ言わせたらあかんっていう、うん、それを狙っておったのが佐藤十一、書いてあるんです。これはこの佐藤十一の私たちの柏の時の班長なんです、ええ、それで、で、とにかくやばい人の、これで花田ってこうの書いてあるけど、花田、それが、なんか僕からあれだらかんで、やられるぞって、とにかくその、あの佐藤寺、あれ、言われたんですけど、結局、そうやって花田と、そういうようなメンバーが結局、あの、介護って言うんですけど、結構護衛っていうか、いや頼んだわけじゃないけど、まあ我々から離れたらあかんやということを忠言してくれた、まあ力だったんだろうと私は思うんですね。そして結局それは、まあそれでみんな下にあれ何人四五人は寝とったと思うんですよね。で空を起こして、で上駆け上がった、もうずーっと山の、それは海岸からはどれくらい歩いた、つまりまあ体力がない中で何時間ぐらい、いやいや何時間だよ、でも駆け上がったんですから。あ、そうですか。もう急な山やったんですよね。ええ、いや上がり上がるほど足が回ったんですよ、はい、ああ待てねちゅうことで、はい、ああじゃあもう100メートルなんてなかったと思う、浜辺から。おお、急に、そしてその山の七分上がったところを切り上げてですね、ええ、石目で要は農園が広々としたそこの、じゃあもともとの住民であるパパの人たちはもうその時点ではどっかに前の島行ってもらうんですね。前の島、あ、前に島があったんですか。あ、そう、あのこのこうなんちゅうか、あのこのねえ、江崎ですね、ええ、江崎ともね島が行くとあるんですよね。あ、そこへ移り寄ったんです、ええ、そしてあの農園の管理、食料を取る、ね、船で来てや、バン来てや、来て、取って、あの寝てる、寝泊まりしてる、はい、取って帰ろったと。なるほど。